で欲望と強烈さ、うん、タイプ8は自分が強く自立している、うん、単純に言うと自分がしっかりしていて生きていると感じたいんです、うんうん、欲望という伝統的なとらわれのため、うん、生きている感じを刺激するように行動し、うん、強烈な生き方をしますと、うん、人とのやり取りも仕事も遊びも強烈でないといけない、うんうん、あたかも絶えず人生に抵抗しているようだと、うん、けれども欲望というとらわれに屈するほどタイプ8は自分が渇望する強烈さを得るために対抗する意思を主張するというパターンに陥ると、うん、で皮肉なことに推しが強くなれば強くなるほど自分自身の心もしくは他の人とつながるためのエネルギーがどんどん低下していく。で押せば押すほど自分のリアルな存在感が希薄になる、うん、まあ、浮いちゃうんでしょうね多分ね、うんうん、で自分も他人も環境の中の取るに足らない存在で操作の対象、操作操る対象になってしまうと、うん、自分自身も他人も、うん、その結果内面が無感覚になりそれを克服するためにさらなる努力を駆り立てられる、うん、で強烈さはさらに強烈でどんどんそれを生んでいくだけだと、うん、また通常の段階の8は無効密なところがあると、うん、レーシングカーのドライバーとか、うん、狩人とかもしてないと、うん、タイプ8は強烈なものに中毒する、うん、また挑戦を受けたりチャンスが少ないものに賭けに出ることから、うん、放出されるアドレナリンのトリカになりますと、うんうんうん、これはエキサイティングなことかもしれないが、うん、時間が経つにつれ消耗しかねず結局は健康を損ねますと、うん、人によってそのリスクは悪い習慣やタバコ、うん、アルコールに対して警告をただ無視するということになるかもしれない、うん、私は強いから、うん、こんなものには影響されない、うんうんうん、勝つことはタイプ8にとって中毒になると、うん、勝てば勝つほど自分は傷つけられない、うん、という偽りの感覚を確立する、うん、が悲劇的な誤算をすることになりかねないと、うん、またさらに皮肉なのはコントロールと欲望の関係ですと、うん、前述したようにタイプ8は自分が状況をコントロールしていると感じたいのですが、欲望の虜になることはコントロールの対極に位置すると、うん、そうか、欲望駆り立てられるのは、うん、ある種侵害と一緒ですもんね、まあ支配されてるって話ですもんね。そうです、欲望に支配されてるんですもんね、うん、でこの欲望っていうのは、うん、自分の外にあるものに対する反応です、うん、人や物を渇望することはお金や性的パートナー、うん、力などのいずれに対する欲望であれ、うん、その支配下に入ることですと、全てのタイプに言えることですが、囚われは歪みであり、うん、究極的にそのタイプが真に望んでいることの逆をもたらしますと、うん、なるほど。で、ストレスに反応するとタイプ8はタイプ5に行きますと、うん、プレッシャーが蓄積するに従ってタイプ8は問題に対処する特定の方法を推し進める限界が来ますと、最終的には自らの自己主張的で対決的な姿勢は圧倒されるような挑戦に至りますと、でタイプ8がそれに対抗できなくなればタイプ5の方向に退き、事実上葛藤から引いてですね、時間を稼ぎながら戦略を練って力を集中すると、うん、落ち込んでるんじゃないんですね、叩きのめすために戦略を練ってるんですねなるほど、うん、このような時のタイプ8は状況を判断するために一人になり、うん、考え込み本を読み、うん、情報を収集するかもしれませんと、彼らは行動にパッと戻る前に考えを整理するための時間や空間、プライバシーを確保することを要求します、うん、タイプ5のように計画用プロジェクトに深く入り込むこともあると、うん、遅くまで起きて仕事をして人を避け自分がしていることを隠します。また奇妙なほど静かで気持ちが離れているように見えることがあります、うん、そのことは彼らの自己主張的で情熱的な資質に慣れている人たちには往々にして驚きになると、うん、要はいつも激しいのに、うんうんうん、すごい静かなのは驚きになると、うん、周りにとって、うん、でタイプ8はストレスの時期、うん、通常の段階のタイプ5のように神経質になるかもしれないと、うん、彼らは快適さやニーズを
最小限に抑え、一般的に自分自身のケアをおろそかにする傾向があると、うん、なるほど。また拒否された感覚によってタイプ8はタイプ5の暗い側面のいくつかに導かれるかもしれない、うん、極めて霊障的で、人の考え方や価値観に軽蔑的になることがありますと、うん、健全度が下がっていくタイプ8は人との結びつきを取り戻し、自分自身や世界に肯定的なものを見つけることをほとんど望むべくもない虚無的なアウトサイダーになるかもしれませんと、うん、で統合の道、タイプ8はタイプ2に行くと、タイプ8は健全なタイプ2のように人に心を開くことを学んで自己実現し健全さを保ちますと、そのためにはいかなる新しい資質も付け加える必要はありませんと。わかる、そうなんですよ。ハートに再びつながれば自分がどれだけ人々のことを気遣っているのかを知るでしょうと。多くのタイプ8は子供たちやペットへの愛を通じて自分のこうした側面を発見します。子供たちは彼らの中にある最良の部分を引き出すことができますと。なぜなら彼らは無邪気な、その子供たちの無邪気さを大切にして守りたい、でその子供たちの前ではその警戒を解いて優しさの一部を見せることができますと。なんで機嫌がいいときは全然、機嫌がいいときはめっちゃ優しい、ね、素敵な親父ですよね多分。素敵な親、でもそこもまあ強制的なところあるじゃないですか。あの価値観の問題、これうまいから食えって、あんまり好きじゃないものも美味しいって食べないとなるほどねみたいな、はい、やっぱりバウンダリーの問題は出てくるんですねタイプ8が自らのハートの大きさを感じるにはまずそれを表す勇気を奮い起こさねばなりませんと、うん、そのためには自分自身の理智や力を超えた何かを信じる必要があります、うん、無論それには根本的な防衛の多くを手放す必要があります。タイプ8がどれだけ怒りに満ち心を閉ざしていても、自分を守る決心をした繊細な子供が今も内側に生き世界と接触する機会を待ってますと、うん、でただしタイプ2に向かう動きはタイプ2の通常の段階の資質を真似してもまあ達成されないと、うん、人にへつらい押し付けがましく喜ばせようとしても自分の心を開いていることにはならないと、うん、嘘っぽい印象を人に与えることでしょうと。それよりもタイプ8にとっての道は防衛を解き、うん、自らのハートとのつながりを強めることにありますと、うん、無論感じやすい状態でいることに対しすぐさま恐れが起きてくることでしょうと、うん、けれどもこの恐れを認めることを学び、それが好き去るに任せるにつれ自らの優しい気持ちに対する心地よさが増すでしょう、うん、統合しつつあるタイプ8は結出した指導者になります、うん、なぜなら他の人に対する深い敬意と感謝を明確に伝えることができるからです、うん、彼らは有能でもあるが、それは健全なタイプ2のように境界線や限界を認めていることができるからです。認めることができるから、統合しつつあるタイプ8は、うん、要は限界がないんじゃなくて、うん、限界を知ってますと、うんうんうん、っていうのが統合しつつあるタイプ8だと、うん、で彼らがそういった自分自身をいたわり、うん、自らの感じやすい心を受け入れることを学ぶにつれ健康と幸福感が増しますと、うん、でハードに働くがいつ休み食べ、うん、力を回復すればいいかは分かってますと、うん、で本当にいたわるヨガ活動を選ぶことができた時に、まあ、さらにまた強烈なものを、うん、あそういったことができてくると、うん、さらに強烈なもの強烈なものっていうところには行きませんと、うんうん、で今なんで自分が蜂のこと苦手だって思ったかというと、うんうんうん、僕って結構、うん、心をオープンにするんですね、うんうん、バッて弱いところを見せてやる、うんうん、言う自分のことを言うんですよ、うんうんうん、多分蜂は言わないんですよね。言わないし、はい、見せるべきでないと思ってる。そうっていうところが多分ね、うん、僕嫌なんですよ。だから今思うとね、うん、友達で、うん、蜂っていないなって、あなんか向こうも嫌なんですよ。
分かる、そんな弱いとこばっかり見せるやつはと、あとは僕は、うん、僕は僕で立てたいと爪痕残したいがあるじゃないですか、うん、僕も多分自己主張はしたいんですよ、うんうん、っていうところが多分ね合わないんじゃないかなって。まあでもそう、僕はねでやっぱ弱いとこ出すじゃないですか、うん、愚痴も言いたいんですよ、うん、多分そこじゃないですかねとは思いますけどね。そうですね、蜂の人が気に食わないって思うとか、うん、はい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 、わかる、うん、あ、わかるっていうのはこのなんか仲間だと思ったら、はい、なんかこう立てたいって言ったら応援してくれる感じはあるんですよ蜂の人は。はい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 、でもなんか弱いところもあるじゃんがあるんです。弱いところは出すべきじゃないっていうところは多分ねぶつかるところだと思います、はい、だからこうそんな弱いところばっかり出してだらしないやつだみたいな。だって人間だろって、うん、これが人間だろって思うんですよ。それを隠すのが人間だろうみたいな、男だろうじゃないですかおっとこれはちょっと伸びながらっていう話すと喧嘩になるやつですねっていう感じじゃないですか。弱みを見せるな男ならっていう蜂に対しては、うん、やっぱりなんか今心を開いてもいいんだよってことが書いてありましたよね、うんうんうん、いや自分で認める、うんうん、まず自分で認めることですよね、うんうんうん、で思うに、うん、あのアドバイスとかじゃないんですけど、うんうん、なんかいや俺もこういうとこがあってさ、うん、みたいなことを言ってくれるとね、うんうん、なんか好きになれるんですよ僕、うんうん、好きなんて言うんだろう愛せれる、うんうん、あ、同じとこに立ってるねがやりたいんですよ、うん、悩みってあるじゃん、うん、いやそれは克服するもんだろ、うん、いや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 戦うもんじゃないのっていうそんな正しさがまかり通るならさって言いたくなるんですよ、うん、まあそれをやろうとしてるって感じですよね僕あ、まあ、お互いにお互いにね、うんうん、はいはいはい、そう多分僕は僕の多分この生存戦略なんです。そう弱いところを初めにバッて見せて、うんうんうん、僕はこうですって、うん、でまあ向こうは弱いところ隠して俺は舐めた口が聞くとは分かってんだろうなってやる生存戦略じゃないですか。うん、これが多分ね噛み合わないところなんでしょうね、うん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 、弱み云々は以前お二人がパートナーや家族に自分の全部を見せてるわけではないというのとつながりそうな気もしますと。あ、言ってましたよね全部見せてるわけ弱いところを見せてるアピールですもんね。あ、本当に弱いところは見せてないかもしれないですね。あ、そう。また動画配信用、動画は難しいですよね。動画もあるし、なんかリアルの、はい、なんか上司とかでも、はい、もうこんな弱いんだっていうのは弱いんだアピールで、あ、そうですね、見せられる部分だけ。そうですね。本当の部分までは見せてないっていう話につながるみたいな。はい、そうですね。うん、だからその。こんなアピールですよねアピールですアピールっぽいのをピッて出してるだけ。じゃあ僕の中で世界はアピール合戦だと思って見えてるので、うんうんうん、だから強いアピールをしてるんですよ向こうは。ああなるほどね、うん、だから似たようなもんですよねって話ですね。あ、そっか、本当の部分はお互いに見せてない。おーおーああ目が覚めたそういうことか、うん、そんな感じですよね、うんうん、アピール合戦。あ、もうそうですね、何の実を食べたかですね。何の実をはい、うん、ワンピースの話ですね。わ、うんうん、かる、うん、そうですよ、僕も身を食べた人間ですから、うんうん、はい、だからこう弱いとこ見せて僕可愛いでしょアピールですよね、うん、いや自分の一番強いとこですねそう、はい、魅了できる部分を出してる、うんうん、はい、そうです、 うん、そこをね否定するんですよこいつは八八の身を食べたやつは向こうはこう強いアピールをするわけじゃないですか、はい、合わない、ぶつかる、こそ全てぶつかるんですよだから、うん、はい、ラオウみたいな、あーもうそうそうぶつかるんですよ僕もあの時ができないのでシュルシュルシュルができないのでね、うん、攻撃は最大の防御って感じですかね、うん、この人たちはそうでしょうね、うん、タイプ8が弱いところを隠したいのは分かるとしてタイプ6は何を隠したいのでしょうか何ですかね、不安。タイプ6が隠したいのは、うん、要は何を隠したいんでしょうね。嫌われることじゃないですか、見捨てられること。そうですね、支えとか導きがないと、うんうんうん、なんかこうなんか見捨てられそうなことは隠す。あ、そうですね、うん、このチームのために、うん、チームの中でいるためには、うんうん、これがあってはいけないっていう弱みがあるとしたら、うんうん、これはずっと隠したままですよね。隠したまま違う弱みを、うん、違う、なんかこの弱みはなんかみんな守ってくれそうだなみたいな、可愛い部分
っていうのはこうピッて出して、ね、ここだよここだよって、うん、ここは絶対出しませんだ、うん、から守ってよってこうみたいなとこですよね確かに、うん、